今週も最高週末がやってきましたね。どうも、ケイスケです。そして、おはようございます、トラメチです。今日もよろしくお願いいたします。引き続きですね、グランパスタッフの、タラベッチさんの方にね、いろいろとお話を聞いていきたいと思うんですけども、今回はね、2021年のグランパスについてね、話を聞きたいんですけども、まずね、移籍市場、大変賑わせております、この大補強についてね、グランパスタッフはのタラベッチは、どういうふうに思ってるのかっていうのをまず聞きたいと思うんですけども、どうですか、この大補強。だいぶね、厚みが増してきたなって感じはしてるね。やっぱりボランチ、センターフォワードとか、結構薄いところがあって、そこら辺にもうちょっと補強してほしいなっていう感じはあったけど。じゃあまずね、一つずつね、補強の、した選手をね、振り返っていきたいんですけども、まずはね、鳥栖から森下選手を、獲得しました。まあ森下選手、主にね、右のサイドバックということで、成瀬選手とか、そうだね、あの辺と、被るかなっていう思うんですけども、イメージとしてはどんな森下選手のイメージ？あんまりプレースタイル見たことはないんだけど。まだ見てない。見たことはないけど、結構、成瀬と同じようなプレーをするかなという感じはするし、やっぱり攻撃も結構彼、J リーグで初得点取ってるから、そういったところもちょっと見てみたいなという感じはあるね。だって大卒ルーキーで、ほぼほぼ今年鳥栖でスタメンだもんね。そうやね、ほぼスタメンに出てたから。だからやっぱり、ACL を見据えてっていうことが多いと思うけど、ね。ACL もそうだし、リーグ戦で、やっぱり、どうだろう。右センターバック、今年になるせい固定されてたから、やっぱりそこら辺、オジソクも入ってきたし、宮原とかもいたから、そこら辺で、左とかも、吉田もおるから、そうやね。やっぱり右と左で、そう、どう試合を動かすかっていうのが、やっぱり起点になると思うから、で、次がセレッソ大阪から2人来ましたね。まずは、木本選手。木本選手。木本選手はおそらくね、センターバックということで、今年、グランパス、ほぼほぼ中谷選手と丸山選手の2人で回しとったから、ここはね、補強しなあかんとは思っとったんやけども、サポーターとしては、センターバック1人欲しいなと思ってたし、若いところで言うと藤井春也とか吉田明、2人入ってるから、そんな試合は出れないけど、やっぱり彼らもちょっとレンタルっていう、言い方悪いけど、ちょっと武者修行行ってほしいかなという感じはあるから、ACL で考えたらやっぱりこの木本、中谷、丸山、木本選手ボランチもできるから、薄いところでもやっぱりボランチ、3人しかいないけど、そこら辺でやっぱり何人かこう回していってほしいかなという感じで、だからグランパスもいい補強したかなっていう、ね、そうだよね。だって特に来シーズンは分からん、オリンピックはね、まだあるかどうか分かんないであれですけど、多分今シーズンと同じぐらい過密日程になるやろうし、そうだね、でそこに加えて ACL があるって考えると、ほぼほぼね、丸山選手 と、中谷選手2人で回すのは多分無理やから、そうだね。そう考えるとやっぱり木本選手を、取れたっていうのはでかいね。実績のある、さ、若手はおるかもしれんけど、ある程度試合出た実績のある選手を取れたっていうのはやっぱ大きいよね。大きい大きい大きい。いい選手は取ったなという感じはしたね。問題こっからですよ。そう、俺セレッソのそう本当にもう宝を、そうなんだ、見ましたよ、柿谷選手について。そう、柿谷選手来たいなと思うんですけども、僕個人的には柿谷選手は絶対来ないと思ってた。だ一応だってあれもね、1年前にもオファー出したよ、一応。そうそう、1年前にもオファー出したけど、やっぱセレッソに残りたい、ダメやったよね、気持ちがあったから、でやっぱセレッソに残りました。でなんかいつの間にかなんか名古屋に来たいっていう感じになって、試合出れてなかったってのもあるんだ。そうだね、で彼自身もやっぱりセレッソ愛があるから、やっぱりセレッソでタイトル取りたいとか、世界で戦いたいっていう気持ちもあったから、やっぱセレッソに残るんかなと思ってたけど、まさか名古屋グランパスが2年連続でオファーします。いやー、僕としては柿谷選手は、グランパスに来るわけないだろうと思ってたけど、クリスマスの時だったよね、確か。そんぐらいやったか、リリース出たの、もう正直ってなったから。嬉しかった方の A、それは驚いた方の A だから、驚いてから、そう A になって、すごい補強だなって思う。俺 SNS 上げたと思うけど、す
すごいなんかクリスマスプレゼントやなって。あ、嬉しかったよね。嬉しかったよ。おマジかってなって、もうみんなもう柿谷が来るってなって、もう湧いたね。湧いたか。湧いた湧いた、うん、なるほどね。で次浦和からね。そう、長澤、この方も一番最新かなと思うんだけど、長澤選手がね、うん、長澤来たね、まあ、入ったということで、まあ、イメージは、うん、印象としてはやっぱりボランチも、まあ、薄い感じもしてるから。そうやね、うん、ほぼほぼ2人やったから。そう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 、やっとあのボランチもちょっと厚み出してきたかなっていう感じだし、まあね、稲垣、米本、まあ、でこの2人でフル出場してたから、でやっぱり長澤選手とか入ってくると誰かがやっぱり休まなきゃ、そうやね、休まなきゃいけないから、まあ、そういったところでやっぱりいい補強したなっていう感じはした。なるほどね。じゃあね、まあ、今ね、見ていただいてる方には、ちょっとね、今シーズンの、主なフォーメーション、多分4-2-3-1やと思うんだけど、主なフォーメーション。うん、4-2-3-1。じゃあ、そのフォーメーションに、今の新加入選手を、うん、当てはめた、画像を今から出そうと思うんですけども、こちらになります。こちらを見たときに、まあ、なんて、グランパスがね、戦力が、豊富なのかということがね、これを見ればだいぶ分かると思うんですけど、まあ主な選手しか載せれなかったんですけど、まだ ここに名前が載らなかった選手も多くあるんですけども、うん、まあタラベッチの方にはね、ちょっと僕のスマホの方を見ていただきたいと思うんですけども、はいはい、まあ後ろはね、ね、いいと思うんですよ。その ACL もあるし、うん、ある程度その、まあスタメンクラスが、そうだね、まあ2人ぐらい、2人いるぐらいな感じだと思うんやけども、うん、まあ前の方だよね、贅沢なのは。贅沢は前だよね。特に2列目。そうだね、2列目えぐいぜ。これ2列目とかやっぱりワントップ、うん、もっとワントップだって言い方悪いけど足りなくね。4-2-3-1でいくとしたら、だって金崎ムー選手が、まあ、開幕来年間に合わないよと。もう多分は夏ぐらいまで戻ってくるから、そうやな、うん、山崎選手がおらんよっていう、そうそうそう、状況だもんね、うん、だから今あっきり言って2列目に関して言えば、まあ、左に相馬選手、相馬選手、まあ、柿谷選手とかはいろいろできるもんであれだけど、うん、で真ん中にトップ下に阿部選手、シャビエル選手、うん、まあここに別に柿谷選手もできるし、そうだね、で右に、マテウス選手と前田選手、うん、まあここもね、マテウス選手も左もできるしっていうことはあるけども、うん、めっちゃ豪華よ本当。マジ多分他のクラブのサポーターの人たち見とったらめちゃくちゃ羨ましいと思うよ、この戦力っていうのは。そうだね、うん、他のサポーターからね見た時に、いや実際ね、その台取ってくるわけじゃん、いろんなところからその主力級を取るね、うん、何その若手を育てたいとかね、若手を出してくれっていう気持ちにはなる。だからそれはもうはげいって、他のサポーターからすると、うん、皮肉よ、もうはげいってグランサポのことが羨ましいもんね、そうやってお金が、ね、持ってるからいろいろ取ってこれるもんですごい羨ましいんやけど、うん、逆に言えばそのまあ成瀬くんとかねできとるとは思うんやけども、うん、なかなか育成がその世代交代、そのグランパスのその出身、うん、出身ユースからこうとかがあんまり進んでないイメージが俺的にはあって、うん、やっぱり今はもう育成よりもまずは結果っていう方にいっとるってことなのかな、グランパスとしては。育成もね、まあ、成瀬も今代表で入ってるわけじゃん、うん、まあ、アンダー19とか、そうやね、そうよね、オリンピック世界でもパリ世代スタメンで出始めてるよ、ね、うん、そう、スタメンで出始めてるから、やっぱり今グランパスも石田とか入ってきたし、うん、まあ今ユースで神田選手とかいろんな選手入ってきてるから、うん、今こうユースもだいぶ強いよね。そう、強み増してるから、そこからトップチームへ上がってくるっていう将来もやっぱそこら辺も楽しみにしてるし、うん、出れなくない？これだけのメンツが、特に前線やん、俺が言いたいの前線にメンツが揃いすぎちゃって、うんうん、なんかだって怪我しても今スタメンクラス出てる選手怪我しても、うん、またそこのベンチにもスタメンクラスがおるもんで、そう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 、なかなかその若手がチャンスをもらえないじゃんね、もらえない、はっきり、うん、ベンチ入りするのも難しいみたいな、はっきりな、うん、なのでそこら辺の部分、まあもしかしたら今のそのグランパスの方針としてはまずはリーグ優勝または ACL 優勝、そうだね、まずそこで結果を残してから世代を交代していくっていう考えなのかもしれへんけど、うん、サポーターとしてはどうなんかなと思って、やっぱり今年川崎フロンターレめちゃくちゃ強かった、ね、強かった、で攻撃とかもすごい増してたし、うん、でやっぱり
なんかいろいろ若手とかも出てるね、出てたし、うんうん、でグランパスもやっぱり主力が何人か出てたし、でオリンピック世代でいうと東京オリンピックでいうと相馬勇紀選手、うん、あそこら辺もまあ何試合かは出てたけど、やっぱりまだちょっとなんかキレがないかなっていう感じだったから、うん、まあもうちょっと頑張ってほしいかなっていう感じはしてるしね、うん、まあ彼もなんだっけ今代表でまだ、そうだね、うん、合宿行ってるから、うん、まあ来年オリンピック世代、まあオリンピックあるかどうかわからないけど、やっぱりいろんな選手がねこう融合していくかっていうのもすごい楽しみにしてるから、じゃあ今のこの現状、うん、まあ若手なかなか、うん、まあ、出れてないっていう状況は別にそこまで気にはならない。そうだね、まずは結果、そうだね、そうだね、結果だね、うん、あの来年のスタメンどんな選手使うかなっていう感じはしてるけど、やっぱりまだまだ補強はしてほしいって、まだまだ補強はしてほしいって、まだ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 補強はしてほしいっていうあるから聞きましたか、これだけ今4人選手補強したりまだ補強してほしいっていうこのいや、まあみんなね、グラバさんも こういう感じじゃないと思うんですけど、いやもう贅沢やね、この4人補強してまだ欲しいってどんだけ取んのよ、どこが足りんのよ、逆に教えてよ。逆にね、やばいね、何がどこがのポジションがいるのよ、やっぱセンターフォワード、そう、やっぱセンターフォワードいやマジ貸してくれよ、嬉しい、ほんとにそう、もうそうだね、ね、ギフサポーターの人思いません、貸してほしいっすよね、じゃあグランパスさんって貸してくれんよね、全然シーン、そうだよ、貸さないよね、大宮とかさ、そう、大宮とあとどこだっけ、徳島、まあ、その辺貸すよね、なんかね、そうそう、 J2 のクラブどっかに渡すよね、ね、じゃあ何、敵対心、ライバル心ある、もしかして自分に対してどうなの、脅威、脅威、いやでもさ、カテゴリー、いやでもさ、エシギもさ、何人かグランパスがさ、移籍したじゃん、あ、移籍はしたね、でもさ、うん、そのさ、あのベテランじゃない、その若手、いや若手で一人ぐらいあったよね、昔、あ、昔やろ、昔、だって俺だってそのサポーターになった時はまだ3年4年、大井監督の1年目やもんで、多分3、4年前とかね、3、4年前とかね、3、4年ぐらい前か、うん、だから そっから考える、多分そんなに、うん、貸していただいてません、貸していただいてないよ、ね、じゃあ俺はいや、じゃあ今 J3 やからはっきり言って、まあ、そのグランパスのあのある選手を、うん、あの貸してもらうっていうのはなかなか厳しいと思うんで、だからこそ育成、今鈴木大学にとって試合出場ができてないっていう、まあそうだね、うん、じゃあ分からんよ、グランパスとしてはその J3 に、うん、その若手育てるぐらいやったら J2 で育てたいっていう考えはあるかもしれないけど、あるけど一回、うん、18でもいいわ、貸そう、貸して18でいったら育てる、うちで、うん、いや18でさ、やっぱり育ててほしいなと思うのは、今吉田明選手とか、三井大輝選手、あとまあ誰かな、まあ、藤井晴也選手もそうだし、もうやっぱりここからパリ世代の選手がさ、うん、やっぱり代表入ってほしいじゃん、うん、でどっかのクラブでやっぱ難しい修行してほしいじゃん、それ考えるとやっぱりどっか行って活躍してグランパス戻ってきて、やっぱそこら辺で主力になるっていった感じになると、やっぱあグランパスはやっぱり育成は下手、育成は下手、育成は下手、下手って言ってんじゃん、問題発言問題発言ですよ、グランパスサポーターの皆さん聞きました、今田辺チームはね、あのグランパスは育成下手って言います、下手じゃない、下手じゃない、下手じゃないけど、まあちょっと厚みはできなかったけど、うん、やっぱ他のクラブ行って成長してほしいっていう、あ、そうだね、だからさ、もうじゃあ今さ、大晦日これ撮ってるんですけど、FC ギまだ3人しかね契約更新してないんです、そうそう、で新監督もまあ噂ではね、あのちょこちょこ出てるんですけど、確定してないんですよね、そう考えたらね、もう不安なの俺らも、だから貸してみんか、ちょっとレンタルで本当に育てるよ、3人しかいないよ、今3人しかいない、絶対育てない、今3人しかいないから、ね、そうそうそう、だから、ね、そうそうそう、じゃ話はそれだけども、まあそれだけ今ねサポーターのグラパスサポーターの田辺としては、うん、まあ今は今シーズンは、うん、とりあえず結果やと、そうやね、結果をまず残してほしいと、うん、結果とやっぱりマシモさんがこれから使う若手の選手、うんもうどう使うかっていう、絶対でも若手、まあ、まあ唯一その、まあ、ACL とね、うん、あのリーグ戦あり、うん、ルヴァンカップあり、うん、天皇杯が来年どういうあれなのか分かんないですけど、まあねまあ、普通にあれば、うんまあ、4つね、うん、あるわけじゃない、
やんか、うん、その場合多分あの、まあ、これだけねグランパス補強したけども、うん、まあ、若手にももしかしたらチャンスはあるやろうし、うん、あるね、うん、でぶっちゃけそのグランパスサポとしては2021年はどのタイトルが欲しいの、うん、やっぱりリーグ優勝、あ、これが一番なの、これが一番 ACL じゃなくて、 ACL もやっぱあのベスト4が最高だったから、やっぱあのベスト4が最高だったもんで、やっぱりこうなんていうか決勝トーナメントまで行ってほしいっていう感じです。ああ、そうだね、うん、じゃあ俺は個人的に正直、うん、あの、まあ、2020年のねそのシーズン J リーグ見てると、うん、まあ、ACL 組っていうのが、まあ、不振やったじゃないですか、横浜 F マリノスさんだったりとか、ヴィッセル神戸さんだったりとか、うん、FC 東京さんだったり、うん、だからやっぱりみんなやっぱり ACL の方に重点を置くのかなっていうイメージね、うん、勝手な、うん、だからグランパスもあのリーグ戦、まあリーグ戦はもちろん狙いに行くと思うんだけども、うん、まあ、ACL アジア王者っていうところに重きを置いて、うん、でなおかつあの、まあ、噂だと今度のそのクラブワールドカップ、そのグランパス2021年のやつが日本で開催されるかもしれないね、優勝、そうだね、クラブワールドカップ日本で開催されるかもしれないっていう話やもんで、そう考えると ACL の方を重きに置くかなと思ったんやけど、まあ田辺地としてはリーグ戦の方が ACL よりも重要、そうだね、リーグ優勝はしてほしいっていう感じ、あ、そうなんや、うん、やっぱりこれだけ補強もしてるから、やっぱりもうリーグ優勝のタイトルもう10年ぐらい遠ざかってるから、うん、やっぱりもう一回リーグ優勝したい、リーグ優勝はしたい、まあもちろんね、全部欲しいと思うんやけど、全タイトル取りたいけど、全部欲しいは考えてる、うん、考えてるけど、うん、やっぱどれも難しいなと思ってるけど、なるほどね、まあね、今回ね、あのグランパスサボの、田辺さんにいろいろ話聞きました、もちろんね、グランパスサボの、方々もし見てたら、まあ意見がね、違う人とこうおると思うんですけど、あくまでも田辺っちの個人的な意見ですので、そちらはね、あのご了承いただきたいなと思います。はい、最後までね、ご視聴ありがとうございました。またね、次の動画でお会いしましょう。待ってるのは最高の週末だ。